みんな、おはよう。今日も晴れてよかったね。ええ、今日はホムラの和菓子作りを手伝えると聞いてとても楽しみにしていました。リンはまだ眠いにゃ。でも空気が綺麗だし気持ちがいいわよね、アリサ。うん。あー、アリサちゃんも来てくれたんだね。ユキホ喜ぶよ。アリサも楽しみです。お、噂をすればだよ。ユキホ、おはよう。お姉ちゃんがこんな時間に起きてるなんて。あれ、皆さんどうしたんですか。アリサまで。あのね、今日はみんなでホムラのお手伝いをしに来たんだ。え、そうなの。そうなんだよ。小鳥もお手伝い頑張っちゃおう。ニコは別に楽しみじゃなかったけどね。じゃあニコちゃんは早退ってことね。そんなこと言ってないじゃない。多少は楽しみだったし、みんなニコがいないと寂しいわけだし。はいはい、相変わらずね。はぁ、ツンデレマキちゃんには言われたくないんですけど。な、何よそれ。こう見えても二人ともめっちゃ楽しみにしてたんよ。でもせっかくの休みの日なのにお手伝いなんかしてもらったら悪いですよ。え、何言ってるのユキホ。来てくれたんだからいいじゃん。でもユキホちゃん、私たち無理なんかしてないよ。お手伝いしたくて来たんだよ。そうなんですか。私はお手伝いとか全然楽しくないのに。私たちはホムラの和菓子が好きだからお手伝いしたいんです。ホムラのお手伝いができると嬉しいし楽しいんだよ。そうなんですか。それだけじゃないわよ。私たちはホムラが好きなだけじゃない。ほのかのことがとっても大切だから。え、大切な人のためにお手伝いをしたいと思うのはごく普通の感情だと思いませんか。照れるよ、エリちゃん、ウミちゃん。私たちほのかちゃんのことも大切だし、ユキホちゃんのことも大切に思ってるんです。アリサもユキホと和菓子作りたい。そんな、皆さんありがとうございます。みんなが来てくれて助かったよ。お母さんったら大量のお手伝いを出してくるんだもん。ひどいよね。ほのか、今何か言った。いつの間に。うちのお母さん怒ると怖いんだよ。あふん、なんでもないってば。みんなどうもありがとう。今日はよろしくお願いね。はーい。っていうかどうでもいいから早く中に入れてよね。寒いんだから。ニコっちったら照れ隠しせんでもいいやん。照れ隠しとかじゃないわよ。本当に寒いんだから。アクション。本当に寒いんやん。だから寒